はい、はい、こんばんは。あ、こんばんは。はい、今回はですね、こちらの MS チャーシのアバンテマックス3ネロを軽量化します。軽量化しますけども、その前に重さを測ってみましょう。これなんだっけ、キッチンスケール、はがりで測って、はがりで、はい、はがりで測ります。よし、はい、電池込みで 150g。 おい、触るな、おい、触るな。はい、150g ですね。はい、はい、じゃあ今回軽量化ということで、こちら、カーボン台形ナローホイール&バレルタイヤのホワイトですね。カーボン製でございます。これを入れてみたいと思います。はい、じゃあ早速やってみよう。こんな感じになりました。じゃあこれで走らせてみましょう。その前にですね、重さを測ってみましょう。はい、せーの、うい、144g ですね。 6g 軽量化なりました。145か 5g。 はい、じゃあこれでいってみましょう。はい、ではこちらのマシンを走らせてみましょう。いいかな？いいよ。はい、いいよ。おー、早い。おい、3ね。おい、おいおい、ブーブーが。はい、記録は3秒57。はい、こちらのタイヤを変えたら3秒57ということでね、かなり速くなりましたが、なんか軽くなったよりもなんかタイヤの性能って感じがしますよね。摩擦かなり減ってるはずだからね、これで。バイバーイ。また見てねー。